じめに RMK クリーミーポリッシュとペース N1 番を顔全体に広げていきます。ファンデーションはエスティローダーのダブルウェア 1W1 を使用していきます。まずは広い部分全体的に手で広げていきます。その後に小鼻の部分を丁寧にのせていきます。そしてパウダーはイニスフリーのノーセパムミネラルパウダーを使用していきます。次に眉毛はエチュードハウスのドローイングアイブロウを使用していきます。ペンシル側で一本一本描くように丁寧に描いていきます。少し困り眉にしたいので眉頭側を少し上げて描いて眉毛全体が S 字になるように描いていきます。そして反対側のブラシでぼかしていきます。次にエチュードハウスのパーフェクトブローキットの濃い色と2番目の色を使って埋まっていない部分の眉毛をパウダーで埋めていきます。アイブロウマスカラはメイベリンのファッションブローカラーリングマスカラの1番を使用していきます。毛の裏側と表側両方丁寧に塗っていきます。アイシャドウはキャンメイクジュエルスターアイズ10番のクリームタイプのアイシャドウをアイホール全体に広げていきます。あと下まぶたの涙袋の部分にものせていきます。同じくキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの5番の右上のカラーを二重まぶたの少し上の部分までのせていきます。次に NARS のコントゥアブラッシュ5180番のシェーディングに使う側のカラーをブレンディングブラシにとって目尻からのせていきます。そして同じカラーと先ほど使用したアイシャドウの右下の濃いめのブラウンを混ぜて下まぶた目尻から3分の1までの部分と二重の溝のところにのせていきます。アイライナーはルナソルのペンシルアイライナー L ディープブラウンでまつげの間を丁寧に埋めていきます。下まぶた目尻から3分の1の部分までも同じようにのせていきます。下と上のラインをつなげるように埋めていくとデカめに見えます。マスカラはエチュードハウス3ステップボリュームカールマスカラを使っていきます。こちらはステップ3だとかなり液がつきすぎてしまうのでステップ1で何度か塗った方が綺麗にセパレートしたまつげを作ることができます。チークはキャンメイクのグローフルールチークスの2番で黒目の下から楕円にのせていきます。今のせた部分の上にエチュードハウスのラブリークッキーブラッシャーのシャープ8番 PP501 番のチークを重ねていきます。ハイライトはアナスイのローズチークカラー N の100番を使用していきます。細かなラメ感で肌がキメが整って見えるのとパープルなのでかなり透明感がある仕上がりになります。リップはリンメルのマシュマロルックリップスティックの11番を使用していきます。次に最近お気に入りのミシャのグラムアートトリプルリップスを重ねていきます。はじめはオレンジの TOR の1番を重ねていきます。その次に TPK 5番を重ねていきます。2回重ねるとグロスのような輝きになります。唇の中央から指でポンポンと外にグラデーションになるようにのせていきます。これでラプンツェル風メイクの完成です。
今回使ったこのウィッグも DIY したので、ビデオで紹介しているのでぜひ見てください。また去年のプリンセスオーガもよかったらぜひ見てください。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。